清春白樺美術館は、山梨県北杜市長坂町に所在する美術館。有料アトリエ、図書館などからなる文化複合施設、清春芸術村の付属施設として開設されている。清春芸術村および清春白樺美術館は、武者の工事佐根厚や志賀直屋をはじめとする、白樺波動人による美術館構想を、信仰のあった吉井画老社長の吉井長造が取材を、 当時て実現した。吉井が旧北駒郡長坂町の清春小学校跡地を買い取り、1980年4月に清春アートコロニー、翌年の1981年4月にアトリエ、ラリューショーを建設。その後も美術館関連施設を順次建設及び、一区、2003年には白樺図書館が開館した。吉井の依頼により、 清春芸術村の基本設計は建築家の谷口、義郎が担当。谷口の死後は息子、谷口義雄が引き継ぎ、清春白樺美術館や両記念館の設計を担当した。清春白樺美術館の歴代館長は、西洋美術史屋の庭の福松などがおり、2000年より画家、岸田夏子である。満開の桜1925年の旧。 清春小学校の校舎落成の記念として植えられた桜の老木が敷地を囲み、春には桜の名所としても知られており、指定名称、清春の桜群として1966年5月30日に山梨県の天然記念物に指定されている。芸術村の中心となる施設、アトリエ、ラリューシュは、フランスのパリ、モンパルナスのアトリエ、ラリューシュを模したもの。 清春芸術村においても、有料の貸子アトリエとして利用することができる施設となっている。ル流氷礼拝堂は、宗教がカジョルジュ流氷を記念した礼拝堂、ルオーが制作したステンドグラス、ブーケが窓を飾る。祭壇背後の十字架上のキリスト像は、ルオー自身が再色し、毎日祈りを捧げていた実物、次女イザベル流氷により、清春芸術村へ寄贈された。他の施設には、 東京都新宿区市ヶ谷より移築した吉田58設計による梅原隆三郎のアトリエがあり、傍らには鎌倉の小林秀夫旧宅より桜の木が移植されている。ちなみに鎌倉行きの下の小林秀夫旧宅も吉井画郎が保存、管理していた。他に吉井長蔵の友人の小林勇の鎌倉大木ヶ谷津での急遽、祖与湾を移築した和食どころ。 藤森照信が設計し、漆喰塗り作業を縄文建築団メンバー赤瀬川、源平、南新坊、林ジョージらが協力して建設した茶室、通る、美術館に隣接したレストラン、ラパレット、エッフェル塔の螺旋階段の一部などがある。岩波書店会長の小林勇と吉井長蔵の交友は、小林の絵画展、そよご展の開催を吉井画廊で引き受けて、 以来のもので、青春芸術村、青春白樺美術館の実現に向けての良き相談相手でもあった。旧清を張る小学校校舎がまだ残っている頃に、両人で現地視察した。その際小林は木造校舎を活用し、特に品川駅の天ぷらそばがうまいので持ってこようと提案した。すでに実地調査を済ませた建築家の谷口義郎から、 老朽化した校舎の活用は不可能な上、美術館やレストランの配置に至る具体案がすでに示されていたことから、吉井が小林の提案を謝絶すると、小林は激怒して去っていった。同じ頃、青春芸術村及び美術館建設には、地元の長坂町の町議会議員の一部が頑強に反対しており、吉井も一時は諦めかけていた。小林は吉井に、 内緒で一人現地に足を運び、反対派の町議会議員を説得し、吉井に電話でその旨を告げたという。その後、小林が病に倒れてからも、吉井は病床に出向いては、芸術村建設の進捗状況を詳細に報告していたが、小林が現地を再放することはついに叶なわなかった。1999年から2007年まで、小道しくに、 文館の尾道白川美術館があった。同館の施設等は、尾道市に寄付され2008年に、尾道大学の施設として、再開館している。山梨県庁ホームページ山梨の文化財2012年4月25日、閲覧、田村正像2003、そよご、小林勇と、吉井長造連載、清春桜園21、清春33号、清春芸術村、 清春出版部、ありがとうございます。